登場するのはこちら、平野歩夢。さあ行け、グリグリグリ、この時点でやばい。うわ、晴れましたよ。わかりました。ちょっと早めに、確信をしております。この新しく出航するこの場所を舞台に、まずは毎回お越しいただきまして、歩夢さんから一言、いよいよオープンですね、どんな思いですか？いや、そうですね、まず本日お忙しい中この場に足を運んでいただき感謝を申し上げます。そうですね、この環境を作るに至って北京オリンピックが終わってから、まあ、何かこう次のオリンピックに向けても何か新しいことだったり、こうまだ世界にない新しい環境での練習ができないかということで、まあ、たくさんお父さんだったりとか家族、まあ、この現場の人たちと打ち合わせを重ねながら今日、はい、ようやくこの日を、皆さんのご協力の中で、無事迎えることができたので、今日は本当のハーフパイプの実際の練習に本当近しいものを、パフォーマンスをこうみんなに見ていただけたらなと思っているので、ぜひ本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。期待しております。海中さんにお話を伺いたいと思いますが、このプランが出来上がって徐々に準備が進んでいよいよオープンです。どういうふうに見てましたか？まず皆様のおかげがやっぱりすごく力になっていて、こうやってみんなが応援してくれるからこういう素晴らしい環境ができて、本当に今までやっぱりその小さい時からやっぱ今までこういう環境っていうのが海外行っても本当にない環境で、それがこう地元村上市にこうできて本当に素晴らしいというか、まあ、言葉にできないぐらい嬉しい気持ちで、まあ、これから練習にも臨めるし、まあ、こうやって兄弟で同じ競技やって世界に進出してるんですけど、まあ、これからさらに2人揃ってもう金メダル争いをできるようなぐらいこの環境を生かして頑張っていきたいなと思ってるので、皆様引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございます。大きな拍手をお願いいたします。それでは、政治家とセレモニーに参加いただきます。村上スノーリサーチ&トレーニングセンターのオープンです。それでは、どうぞ。皆様、ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。皆さん、もう目線は上ですね、スタートエリア。みんなが向かって左奥ですね。このスタート台もスタンバイ整っておりますでしょうか。行きましょうか。ユニクログローバルブランドアンバサダー、平野歩夢選手に登場いただきます。皆さん、大きな拍手を迎えてください。さあ、本校初公開ファーストランです。では、行きましょう。ギリギリまで撒いて、これね、気温が上がっているのでマットが非常に温度が上がっているということなんですけども、結構いいスピードで入ってきた。あゆのファーストが、うわー、うわー、いきなりいきなりフロントサイドダブルコーク、アトリプルコーク1440、見事ファーストなんて見せましたね。気持ちよかった。いやー、うまくいちょっと不安はすっごい、1本目だったので、ライブでリアルで見れるっていうのはね、オリンピックの技だった。いやー、やっぱね、すごいシッと飛べているので、照明にもなったと。本番が強いというか、実際今日この暑さがあって、滑走面滑りにくい状況だったと思うんですけども、
結構この気温によってブラシなので、この走る、滑る、滑らないが結構あの日によって変わるんですけど、まあ、そこがちょっと心配だったので、どっかで詰まってスピードなくなって、まあなんかあのすごい低いエアーにならないかっていうのは心配だったんですけど、今日は実際どうだったんですか？はい、だからちょっと今日はあのみんなギリギリまで水そうですね、水巻いてくれてたので、おかげさまで、はい、いやすごい、すごいですよね、14出ちゃいましたよ、すごい、フルコースを、いや皆さん本当遠くからわざわざお越しいただいてありがとうございます。まあこの環境ではここでしか見えない、まあ、パフォーマンスをみんなに届けできたらなと思っているので、まあ、ぜひご覧になって楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。出ていただきました。みんなどうですか？大きな拍手をお願いします。さあ今回は日本の動画の中のアンバサダーですね。さあ行け、おー来るぞ来るぞ、見ましたよ、うわっ、レギュラースタンス、バックサイドダイブ、すごいスピード、うわー、うそー、バックサイド、うわー、アイシーも今日1本目、うーほー、うー、大丈夫か。さあ3人目、スタンバイ整いました。登場するのはこちら、平野歩夢。さあ行け、グーヒーグーヒー、見るこの人やばい、うわ跳ねましたよ、ノーサイド、ラブコーク、まあ、いつも大会でも一番飛ぶのは海舟、まあハーフパイプハイエストエア世界記録保持者ですから、そうですよね、もういろんな海舟、わあ、行くぞ、まあ綺麗な14、いいえ、皆さん大きな拍手、スタートエリア注目、平野歩夢、翔佐とメサードラン、いけ歩夢、そして引き続き第1、まあ、夢だった金メダルをなんかこう叶えることができて、やっぱその先に行きたいなっていう気持ちが今強いんですけど、まあ、それがそうですね、あと1年半後のイタリアでの、オリンピックで、まあ、ちょっと2連覇目指したいなと思って、分かりやすい目標で言うと2連覇をこうめがけて、それに集中している段階なんですけど、せっかくなのでお願いします。こっち見てね、真ん中だよ、真ん中、よいしょねー、ちょっと前出していいですか、あゆみ選手、もうちょっと体をこっち側、もうちょっとこっち側、顔見えない、まあ練習したことを、まあ、また1年半後にこうなんだろうな、まあ、みんながこう熱くなるようなパフォーマンスを見せられれたらなと思ってるので、はい、いやちょっと自分も楽しみですね、これから、はい。